大名の奥向きは男子禁制でございますのにね、相手が何者とも知れぬ男の子を見落としてもう大事になされたとか、何しろあのお方は中老として部屋を与えられてからはただ遊んでいればよい身分でしたもの。男も欲しゅうなりましょうな。もともと水飲み百姓の娘でございますよ。先年奥方が亡くなられた時の遺言で中老になられたとか。そう、その時奥方様は正気に帰られたそうな。正気に？ええ、あなたは新参へ知らぬでしょうが、奥方は狂人、気違いだったのですよ。金、私は死ぬる。奥方様。侍女どもは私の狂気を恐れ、一人残らず、いとまごいして奥向きから去っていったそうじゃが、そちだけじゃありがたく思いますぞ。もったいのございます。そちの忠節が私を正気に返したのじゃ。私の亡き後はそちを中老として待遇し、生涯の面倒を見るようすでに当主正信には遺言してある。金、この犬を私と思うて大切にせよ。何者とも知れぬ男の種をはらんだというが、その民婦の調査はなされたのか。ところがそれがわからん。上屋敷では犬と交わってはらんだのではないかという噂がある。まさか。いや、漢学者も昔から認めているし、文化一生という書物にもその例が出ているよ。うん、あの犬は金の死後昼となく夜となく吠え通して10日の後に飢え死にしてしまったからな。年になるまで妻なく子なく過ごしてきました私には天からの授かり物でございます。我が子と思うて育てまする。苦しいか。医者はすぐ来るからな。何してるんだろうな医者。半平、お前は生まれながらにして犬っ子と蔑まれ、人扱いもされぬ定めを背負い込んだ不幸せ者じゃ。わしが死んだら誰もお前をかばってくれる者はいない。だから人の知れないうちに
何か一芸を身につけておくがいい。喋ってはいか、静かにして。それもただの技ではない。家中の者が知ったらあっと驚くような技をな。年に五両二分二人扶持、具足も持てぬわしにはお前が宝じゃった。いいか半平、何かの技をきっと身につけるのじゃぞ。信じない。信じるもんか。よう、ゆべの守備はどうだったい？ああ俺の博打かい？それとも兄貴の女だ？こいつは恨めとけたが、俺は上守備だ。肌のいい女だな。おい、あいつを見ろよ。半平か？毎日ああして何してるんだ。見ての通りさ。わざわざよそから土を運んできたりすることがくだらねえ。何さる。こんなところにこんな花が。あいつ花の好きな土を知ってるのか。匂いで嗅ぎ上げるのさ。犬っ子だからな。おお、無職にそんな男がいるのか。持って生まれた才能とは不思議なものだ。生まれながらの花作りの名人であろう。花か。太平の世となってはそういうものの方が役に立つ。さよ、拙者のように剣の腕が立っても宝の持ち腐れだ。ざれ言を申される。ざれ言とは何だ。ざれ言とは。明朝城へ上がるようにと五十役池田が丹左衛門様のご命令じゃ。お城へ。衣服を整え粗相のなきよう。よいか。はい。その方が無職の半平か。はい、ご命令通り控えております。無職無役のその方に途上を許したのは他でもない。この場所に花作りを命じたいのじゃ。花を。ここへ花を。うん。四季それぞれに数々の美しい花を探してみせ。そして幼い優な殿の心を慰めるのだ。今まで何の役も与えられなかった無職の身、またとないご奉公の折だぞ。はい。
そうか、やっぱり。他ならぬご城代ゆえ申し上げました。殿の振る舞い、確かに異常なものがございます。当主正信様は実母牧野方の血を受け継いでいるお方だけに、尋常人でないことを家中一等密かに恐れていたが、やはり急ではなかったらしい。牧野方様と同じように完璧強く、それが日増しに募るばかり。これが万一江戸をて幕府閣老の耳に入れば大事になる。当家には世子もおらぬし、当主の行状が強人に近いものとあってはひとたまりもなく廃絶じゃ。大将名を取り潰し、その財産を没収して幕府財政の助けとするのが中央の方針だからな。殿の噂が漏れれば公儀隠密が必ず放たれましょうな。何？人の口に戸は立てられぬとか。ご城下に公儀の隠密が入り込んだら何となさいます？恐ろしいことだ。おお、美しく咲いたの。見事じゃ、見事じゃ。おらえ！殿！殿！プレーナー、この花が鉢を養ってるんだ。見ておりましたが、空から黒いものが飛来してお刀に当たったのです。人間技ではございません。上手じゃ。殿は勘に任せて時には半時も息もつかぬずに馬を攻めるんだから、そしていきなり馬を止める。その気まぐれに合わせて草を取るなどとてもできるはずがありません。少しでも遅れればたちまち感触どもを晴らさせて、誠に麻薬はやりきれたものではない。感触が講じて打ち組みだなどと言い出されてはことですからな。それだ、近頃の殿には気違い地味なところがある。ご支配もそう思いますか？ここだけの話だ。おう、お前なんだ？はい、無職の半平と申す者でございます。無職は何の用だ？はい、お願いが。まあ入れ。申してみろ、願いというのを。身の程をわきまえ抜きでございますが、この次の御馬攻めにはぜひとも私をお供に加えさせていただきとう存じます。何？馬攻めの友がしたい？半平と申したか。はい、わしは馬屋支配の津崎太一門じゃが、
お前やぐら下で花作りをしている無作だな。はい。無作であればマリなど乗せてはもらえんぞ。承知しております。では自分の足で走るのか。はい、走ります。四つ足の速さについていく自信があるのか。いえ、自信はございませんが、なんとか遅れぬようにいたします。遅れぬようにな。どうじゃ、ヒロノ、タラクラ。おい、そんな無謀なことを願いてて、どういう魂胆なんだ。やらしてみましょう。わけのわからんやつだ。黙って花を作っておればよいもの。よし、加えてやろう。修練したぞ。別に修練はいたしません。修練もせずそのように速く走れるものか。いささか脚力が人様より強く生まれついているようでございます。名は何と申す。半平と申します。半平。おお、亡き母に仕えていた金の子か。はい。よし、明朝より前についてまいれ。文字通り伊達天とあのこと、殿のお待ちに従って一歩も遅れずに駆け通すのだから。半平と申すやつ、どうも人間離れがしておる。やはり陰の種は争われんの。あいつその噂を利用して出世するかもしれん。現に一律にして無双組頭、お前乗りした役を仰せつかったからな。こんにちは。ねえ、お水飲ませて。来た。あら、早くお水入れなくちゃ。はい。おさきさん、飽きないのは遅くならんか。え、これだけやって。いつもすまんな。うん。ねえ、おじいちゃんが亡くなってから何年かしら。2年と少しだな。うちのおじいちゃん寂しがるんです。中部で寝てからは。わしが百姓なのに小助様は友達付き合いをしてくれた。あんない人はもうどこにもいなくなったって。俺の母も百姓の育ちだよ。俺を産んですぐ死んだから顔もよく知らんがな。もう少ししたら火を引いてね。あれはいくらだ。いいんです、この次一緒で。それでは悪いよ。あ、
雑巾がなくなったから今度来るとき作ってきます。毎度ありがとう。卒じながら。いずれのお方でございましょう。諸国を流浪の身。今の居合の術はどうしたら習得できるのでしょうか。別に難しいことではござらぬ。早く抜いて早く収める、それだけのこと。しかし私は道場へ通ったこともなく、剣術の稽古などいたしておりませんが。剣術と居合術は本来別のもの。剣術には無数の虚実の技がござるが、居合はただ一つのみ。抜いて切って収める、それだけのこと。学びたければご覧なされ。教えはいたさぬ。瞳を据えて見つめることが肝要でござるな。ごめん。久しゅうご覧いただいたが、
どうやらお分かりのようだ。いえ、とてもまだ。拙者を凝視される目の光が違うてまいった。お手前の気迫が拙者の技を封じるかのように激しいものに相なった。私はただ今日初めてあなたが刀を抜こうとされる瞬間が分かり、さやばした刀身の一撃一撃の動き、切り終わって鞘に収まるまで自分の目ではっきりと見ることができただけです。それだ、それでよい。明日からはお手前自身で稽古なさるがよい。これをお送りいたそう。さあ受けられ。聖あるうちに誰かに得得してもらいたかった。お手前はそれをよくなされた。その刀を送ることは拙者の根性の喜び。さらば、明日よりお励みなされ。ご尊名を。醍醐弥一郎。そう覚えておかれ。どなたです。小正頭神戸菊間。あなた様は。すぐ拙者と共に参れ。公儀隠密が当城下に入り込んでいる。そやつをお主に切ってもらいたい。高町の造り酒屋に京都の千家の天正を持った茶道の宗匠が逗留しておる。これを切る。それが公儀の。うん。なぜ切るのです。雲の家一万三千石を取り潰す目的で当藩の情報を集めておる。生かしては返せぬ。半平、こやつを切るのが殿へのご奉公でもあり、お主にとっては出世の糸口だ。ですが、私に切れましょうか。お主なら切れる。いつどや殿に向かって石を投げた時、お主には天分があると見届けた。必ず切れる。急いでくれ。しまった。一足違いだ。おえ半平、江戸への道は一つ。お主の足に物を言わせる時だ。
半平にそんな技があったのか。はい、この度は幸い切り捨てましたが、他にも抗議に野蛮が東城下に潜入していると思わねばなりません、うん、探索を厳重にして見つけ次第半平を差し向けます。それはよい。そなたは若年ながら将来は過労職にまで上る俊才だ。重臣一党もそれは認めておる。雲野家の大事、いよいよ腕を振るってくれ。ご城代、殿にはいまだお世継ぎがないため、万一に備えて奥方の御舎弟遠藤又三郎様を仮養子になさっていますが、そのお方を主君に迎え乱心の殿にご隠居願おうという動きのあるのをご存知ですか。知らぬでもない。しかしあのお方は仮養子とはいうものの越後の豪子にしか過ぎぬ。身分は低いし、様で英米とも言われぬ。そのようなお方を新藩主に迎えては必ず混乱が起きる。それよりも殿のご病気が治るまで我々重臣で政治を行えばよい。全てがうまくゆく。しかし殿のご病気が治りましょうか。治さねばならん。それが我らの務めだ。わかりました。ではあくまで殿を守って。勘兵衛、頼むぞ。は、必ず。勘兵衛様、私に昆明隠密のような手だれを切り続ける腕前がありましょうか。お主に切れぬ相手はない。拙者の目に狂いはなかった。いえ、私も人間ですから切られることだってあります。半平、この仕事に迷いは禁物だ。自信を持って相手を切れ。お願い申す。お願い申す。学ばれた。やはりお主、天秤を備えておられる。お主に斬られたのは本望と申す者。お許しください。いや、公儀には万がこの年まで生き延びられたのは奇跡と申すもの。
任務半ばなれど、己が技も伝え、死に時を迎え申した。大悟様！その後、おじいさんの容体は？相変わらず。一度見舞いに行こう。喜びますわ、きっと。あ、私が洗います。すまんな。お名前でね、変な噂を聞いたの。噂ってどんな？半平さんは人斬りだって。私信じません、そんなこと。あなたが人を殺すなんて、そんなことできるはずがないのに。お咲さん。そうでしょ。毎日毎日綺麗な花を咲かせる人が人を殺せるはずがありません。見ながら素通りしてきおる。兄貴らしくもねえ。やっちまえ。早いんだね。
走ろう。こんなところがあるなんて知らなかったわ。ここを花でうずめたら素晴らしいだろうな。自分が花で埋まるんだ。あなたって本当に突飛なこと考える人ね。でもここが本当に花で埋まったら素晴らしいわ。ガキの時からののけもんだからな。おい犬子、しっかりやれよ。見ろい、すっぽまで逃げ込みやがった。
お主の長屋を訪れるところであった。城下でお主を見かけてついてきた。何か火急の？また近々に人を切ってもらわねばならん。今度は公儀隠密ではない。と申されますと？この御寮の社に不吉な因縁の絡まる刀剣が奉納されていると聞いてはいたが、拙者も来たのは初めてだ。そこにあるのは皆恨みを飲んで切腹した剣、狂気して肉親を殺めた剣などであろう。どうしてその刀を？お主に剣を見分ける眼力があるのか？ええ、ただこの刀が仕留めている容器に打たれました。錆びてはいるが、おそらく人間の血を吸った曇り、消えはすまい。これだけの大業者、大田路左衛門の配当以外には考えられる。大田路左衛門、話に聞いたことはないか。20年前砦まで気づいてはびこった賊だ。その刃にかかって果てた男女の数は計り知れぬという。とすればお主は最も不吉な刀を選んだことになる。これは賊が伊勢神宮の宝物殿から盗み出した名剣アザマルなのだ。アザマル、昔平家の猛将平景清が所持したと言われている。平家一門が屋島壇の裏に沈んでことごとく果てた後、景清のみ一人逃れて顔に漆を塗り、皮膚をただらせ歯を抜き、乞食姿になって復讐の檻を待ち狙った。その時杖に仕込んだのがこのアザマル。自分の醜悪な顔形を太刀に映し眺めては心を燃やしたので、その名があるという。お主の居合術にはふさわしい要件であろう。要件は我が身にたたると申しますが、まことかどうか。お主、試してみる気か？はい。いい度胸だ。私は犬子と蔑まれる。それが自分の宿業ならば、あくまで行く末を自分の目で見てやろうと覚悟しております。この刀を所持して何のたたりも受けなかったならば私の勝ち。たたりをこう持って非業の債務を遂げたならば、私を取り巻く世間の価値。遅くなりまして。どうも。今田所様に伺ったところだが、いよいよ城代家老の名をもって藩士禁足令が発令される。これは明らかに我々の行動を制する目的だ。何？しかも殿様のご病気は日増しに悪くなっている。こうなっては実情を直接幕府評定所へ訴えるよりかあるまい。直訴して仮養子の遠藤又三郎様を主君として迎えることだ。それ以外に運の気を救う方法はない。一日も早く江戸へ出発しよう。非常手段だが決行すべきだ。
そのためには藩の掟に背いて脱藩しなくてはならんが、田所様のご意見は？やむをえん。時期を失っては全てが水の泡だ。よし、決まった。江戸へは俺が行くぞ。いや、俺も行く。一人では危ない。大丈夫だ。腕には自信がある。待て待て、貴公らは決起に入りすぎる。人目につかぬよう闇に乗じて城下を脱出するには不向きだ。平田、庄司、田中、この三人で行ってくれないか。承知した。拙者も元より。承知。半平。三名ともただ一刀のもとに切ったのはおそらく、うん、一切半平の他にはなかろう。それにしても勘弁聞くが、そこまで我々を見張っていようとは。田所様、今度は私が参ります。名人が今度は人斬りの名人か。今度は無足仲間まで殺したんだ。あいつはお構いなしだ。人斬り半平、人斬り半平、人斬り、人斬り、人斬り。
なぜ、なぜ我々を。書いて揃った。うん。竹林喜八が江戸へ向けて直訴のため脱出した。この曹洞宗の節句の朝だ。よもや半平の追跡はあるまい。別れたのだ。今頃は両が言え。お主の家実はその大半を見届けた。その技を破る一手を思案するに今日までの忍耐を要したが、勝負するぞ。名乗れ。名はない。公儀には万には公儀隠密か。申し訳ありません。脱走者を取り逃がしました。もうよい。お主の役目も終わった。え？思いもよらぬことが起きた。
半平、殿は逝去されたよ。お殿様が？うん、錯乱状態になって井戸へ落ちられたのだ。拙者はこれから江戸へ走る。半平、一緒に来い。どうだ？私は残ります。八方が敵だぞ。半平、覚悟しております。みすみす七にとどまることはあるまい。私には私の道がございます。このあざまるにかけた道が。私は三人のご公儀隠密と十一人もの藩士を斬りました。それはやむを得ん事柄だった。そうです、やむを得ん戦いだったのです。私はこれからも戦っていきます。逃げ出したくありません。何？拙者は今逃げ出そうとしている。殿の死によって仮吉の遠藤様が新しく主君として迎えられよう。当然城代家老は失脚、拙者などは十一人の藩士を斬らせた責任者として切腹者だ。だから逃げる、座して死を待つのは愚かだ。私は逃げません。さらばだ半平。ご主君の特別のご意向である。公儀へ直訴に及ぼうとしたる者、これを切りたる者、いずれもお家の反対を思えばこその行動であるから、互いに恨みを持つべきではない。この度のことにあたって混乱を起こさぬよう、今までの雪がかりを忘れ、ご奉公に励んでこそ悲運に倒れた者たちへの供養にもなる。あの人は騙されて。
様のために脱藩の汚名で非業の最後を遂げた戸田信吾以下11名の遺族の仇討ちは観念せ。仇討ち、遺族たち、名目人には幼少の者や老人が多い。よって我々が助太刀する。神妙に立ち会え。仇討ちならば作法通り。検視がいるか、許可状はあるか。安倍見れんぞと。卑怯な、俺を欺いて、これは私の暗殺だ。なんと作法が、これが立派に仇討ちだ。問答無用。くれ、よし、仇討ちならばそれでよい。尋常に戦って俺が勝てばよいのだな。うん。